FM897 Utah at home。 みんなおかえり。インターヘム897 NCT127 ユータのユータアットホーム。毎週金曜日の夜11時、僕 NCT127 のユータが DJ を担当しています。はい、最近の僕ですが、最近ですね、やっぱり今ね、難しい時期で、なかなか日本に行けないということで、家族とはすごいこまめに連絡を取り合っているんですけど、最近ね、僕の父が、すごいこれもね、面白い話なんですけど、父がね、携帯ね、1ギガだったんですよ、ずっと。で、1ギガで LINE とか持ってるんですけど、その LINE、家族の LINE トークがあるじゃないですか。で、家族の LINE トークをするんですけど、写真とかをね、送り合うじゃないですか。でも、僕の父が1ギガなんで、その写真をね、見れないと。ずっとこの会話に入れないって、こうね、よく言ってたんですけど、僕の父がですね、ついに、32ギガだったかな。まだ32ギガなんですけど、32ギガの携帯を購入いたしました。拍手。ということでですね、最近僕の父がこまめに自分の自撮りの写真を送って、僕をね、笑かせに来るっていうね、こういうなんかちょっと父とのやりとりが結構続いてるんですけど、やっぱり会話っていいですね。うん。なんかね、僕と父のね、その会話がめちゃくちゃ変なんですけど、絶対に、まあ、例えば電話とかするじゃないですか。電話したら、もしもしって言うじゃないですか。もしもしって言ったら、絶対僕の父が、おう、生きっとんなぁって言ってくるわけですよ。で、えってなるじゃないですか。そのやりとりがめちゃくちゃ僕は好きで、父とね、こう連絡する時間がすごい最近は楽しみになっています。はい。皆さんは最近はどうお過ごしですか？みんなもこういうね、なんか難しい時期だからこそ大切な人と、しっかりね、連絡を取り合って、コミュニケーションをしっかりしてほしいなと思います。ということで、僕にどんどん皆さんの声を届けてください。番組ハッシュタグはゆうた897、ゆうた897、メールはゆうた897 @interfm.jp、 ゆうた897 @interfm.jp です。その他、僕ら NCT127 の曲はもちろん、僕が皆さんに届けたい曲を皆さんに紹介していきたいと思います。まずは1曲目をお届けしようと思います。 NCT127 で Wake Up。 Utah at home。 インター FM897 からお送りしている NCT127、 ユータのユータ at home。 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCT127 で Wake Up でした。さて、約1年10ヶ月ぶりとなる日本オリジナル作品、ジャパンセカンドミニアルバム、ラブホリックのね、リリースまであと5日です、皆さん。イェーイ。まあ、リリース日がね、近づいてきました。今作のテーマは、愛です。愛。まあ、みんなもね、もうトラックリストとかは知ってると思うんですけど、まあ、ギンミギンミ、リップスティック、ファーストラブ、シカブンブン、そして英雄キクイトですね、韓国版なんですけど、Line Now、 6曲収録となっています。まあ、1曲ずつ、曲のね、紹介を簡単にここでしようかなと思います。まあ、まずタイトル曲のギンミギンミですね。ギンミギンミはですね、繰り返し出てくる力強くかつ独特なシンセサウンドと、ベースグライディングが印象的な、プログラッシブヒップホップベースの曲でですね、まあ、恋にハマり、ああ、もう抜け出せなくなってきた。相手をね、こう思いすぎて、こうどうしようもない気持ちを表現した曲になっています。はい。そしてですね、リップスティックは、まあ攻撃的なベースソースと伝統楽曲のソースが組み合わさり、オリエンタルな雰囲気が演出されたダンスナンバーですね。はい。まあ、リップスティックというぐらいでですね、リップスティックの色一つで会うたびに色々な一面を見せてくれる女性の魅力に自分自身をコントロールできなくなった男心を歌った曲となってます。はい。そしてですね、チカブンブンはめちゃくちゃ好きな曲です、僕も。まあ、重圧感のあるベースとですね、この
サビでですね、こう繰り返し出てくるんですよ。まあ、ここでちょっとやっちゃおうかな。チカボンボン、チカボンボンっていうね、このサビでチカボンボンっていう歌詞が使われるんですけど、これがですねまた、曲のインパクトと中毒性を高めている曲になっているので、これはねゆうたおすすめの一曲です。まあそして、まあ、英雄キックイットはですね、まあみんなも知ってると思うので割愛させてもらいます。そしてですね Lie Now はこれも僕が好きな曲の一曲でですね、幻想的な雰囲気を持ったトラックで、メンバーたちのね声と、ボーカルが合わさったポップジャンルの曲でですね、まあ今だからこそこうみんなに伝えたい愛だったり、まあこの大切なものって身近にあるよ、そういう愛を 大切にしていこうねっていう、そういった歌詞の内容になっています。まあトラックは6曲なんですけど、全部ねみんなにおすすめしたい曲となってるので、一個一個みんなも丁寧にね聴いてもらいたいなと思います。そしてですね、ダブロイド版のブルーレイには初のワールドロングツアーの締めくくりを迎えた日本でのバックステージ映像だったり、ジャケット写真撮影現場のメイキング映像、そしてですね、ツイッターでみんなに募集した質問への回答インタビュー、リード曲のミュージックビデオなどを収録しています。今回こうやっていろいろな種類のパッケージを用意したのは、まあ、さっきも僕が話したように、愛の形が様々あって、まあ、友情だったり思いやり、いたわる気持ち、家族愛ですね。そういったいろいろな愛がいっぱいあるじゃないですか。そういうことをそれぞれのパッケージで表現したアルバムになっています。その思いが手にしてくれたねファンのみんなだったり、たくさんの方々に届くといいなと思っています。それでは2曲お届けしようと思います。 NCT127 で Not Alone Dreams Come True。At home. インターフェム897からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCT127 で Not Alone Dreams Come True でした。さて今週は準レギュラーコーナーで進行していきたいと思います。まずは久々のこのコーナーから、23時のユータ、はい、ということで、とある日の23時にですね、僕ユタが何をしていたかを皆さんに発表するコーナーであります。まあこのね、このコーナーで僕がそのね23時に何をしていたかということが赤裸々に分かってしまうコーナーとなっております。今週発表するのは、そうだな、どうしようかな、じゃあ1月何日だったかな、あれは。あの最近さ、俺がバブルとかでよくそのカバーとかをね1分ぐらいで上げてるんですけど、あれがいつだったかな、1月の20日とかかな、うん、20日とかに、まあ20日とか、まあ結構そのぐらいの時に、まあバブルでカバー曲とかを、まあ短いね時間、こう1分ではあるんですけどやってるんですけど、そのあれですね、練習だったり、レコーディングの練習だったりっていうのを、そうレコーディングブースでやってましたね。なんで最近これをやってるかっていうと、やっぱりそのまあアルバムの準備もそうなんですけど、コロナということで、やっぱりねこうインターネットでこうある程度ね会話だったりその意思疎通っていうのはできるんですけど、やっぱりなんか物足りないなと思っちゃって、自分でで何ができるだろうって考えた時に、まあめっちゃ歌うの好きだから俺、あ、じゃあここでなんか一曲カバーでも練習しようかなっていうことでやってましたね、その23時は。うん、まずあれですよね、選曲からですよね、23時ぐらいから何歌おうとか何しようって考えて、そっからそのあれファンサイン会とかでもよく来るんですよ、こういう曲カバーしてほしいですとか、こういう曲ゆうたさんの声に合ってると思いますよっていうのをファンの方からだから結構よく言われるんですけど、その中からピックアップして練習したり、まあレコーディングしたりしてますね。てかまあ1月20日に関わらず、最近はもう映画見るかその歌のレコーディングの練習してるかどっちかですね。うん、
だからこれからもなんかみんなが、ああゆうたこういうのやってほしいなとか、何でもいいんですけどね。例えばなんか翔太郎と一緒になんかしてほしいなとか、何でもいいんで、なんかそのやってほしいことあれば、こっちでやれることは準備してやろうと思うし、うん、だからそういう声もね、みんなに届けてほしいなと思います。ということで次の曲に行こうかなと思います。次の曲はですね、僕がめちゃくちゃ尊敬する大先輩ですね、東方神起の、日野さんの曲を紹介したいと思うんですけど、日野さんはですね、もうめちゃくちゃすごいですね。もう尊敬、デビューしてもう何十年って経ってて、大先輩にもかかわらず毎日その毎週練習室に行って自分で練習してるんですよね。で僕も結構練習室で練習したりするので結構合うんですよ。でいろんな話をしてくれるんですよね。こういうところはゆうたのいいところで、こういうところ直した方がいいよとかアドバイスよくくれるんですけど、なんかすごいかっこいいんですよね。まあ体調管理になるのかな、まあ絞ったりだったり、であと自分のやりたいことだったりっていうのをもう全部やるんですよ、あの人は。で僕もたまにこういう時期があるんです。ああ頑張ったってなーとか、ああってだらける時があるんですけど、そういう時に練習して会えば、こんなに先輩がもうこんなに頑張ってんのに俺何だらけてんだってなっちゃうんですよね。だからそういう話とかアドバイスを聞くたんびに、あ俺もこういう先輩に、こういうかっこいい先輩にならないとなって思って、もう一回こうよし頑張ろうってなるんですよね。うん。なので今回はその俺が大尊敬するですね、井野先輩の新曲 Thank You をみんなに紹介したいと思います。それでは、ゆのゆので Thank You。インターFM897からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのはユノユノで Thank You でした。いい曲ですね。うん。ということで続いても準レギュラーコーナー、今週のなんでやねん。はい、ですね、僕の身の回りに起こったついね、なんでやねんって突っ込んでしまいたくなることをみんなに発表していこうかなと思います。まあ、前回はツイッターでもゆうたくんなんでやねん多すぎと、ゆうたみからたくさんのツッコミをいただきましたが、まだまだありますよ。やっぱり関西人なんでね、心の中でなんでやねんは1日に156回ぐらい言いますね。ということで今週のなんでやねんをねみんなに紹介していこうかなと思います。どうしようかな。うん、これはみんなもよくあるあると思うんですけど、歯磨いたのになんでやねんっていうのがありますね。よくあるかなこれね。俺ね歯磨くの結構好きなのよ。で歯磨くんですけど、歯磨いた直後にもうどこでもそうなんですけど、スケジュール行ってる時もそうだし、もう夜寝ようかなと思って歯磨いてじゃあ寝るぞってなって寝ようと思った瞬間に誰か一人が絶対に美味しいもの頼んでる。そうで頼んでて一緒に食べようって言ってくるわけで、その誘惑に勝てずに食べちゃうんですよね、やっぱり。で食べて、はぁ、あ、食べちゃったってなって、その二重ですよ。だから食べちゃったっていう罪悪感と、夜中にね、あとあまた歯磨かないとっていう罪悪感があって、なんでこれ、なんかこれタイミングですよね。なんかいつもあるんですよね僕。なんか歯磨いてよっしゃすっきりしたってなった時にこれ食べるとか聞いてくるの、特にジョーンとかね。そうめちゃくちゃ感謝なんですけど、はい、じゃあ次行きます。うん、これはなんでやねんというかよくあるんですけど、これも多分僕の性格上なんでしょうね。マスクどこ行ってんっていうのがよくありますね。まあこれもなんでやねんになるんですけど、マスクってさ最近どこ行くにも使うじゃない。で使ってなんかこうマスク使って、俺はねカバンの中に入れたと思ってるわけ。カバンの中に入れてちゃんとしまった、ポケットの中に入れた。で俺確認するわけよ。じゃあゆうた、お前はマスクを今ポケットに入れました覚えとけよっていうのを自己暗示するわけ、入れた時に。で入れました。でスケジュール終わったりなんかする時にあれってなるわけよ。いつもあれポケットに入れたよなとか、
カバンの中入れたよなってなって、やっぱこう探すわけよ。で探して探したら、なんかねこのジャケットの内ポケットとかにあるわけよ。もうこれなんでやねんしかないじゃない。俺ポケット入れたよなみたいな。やけど内ポケット入ってる、誰が入れたん、いやお前やみたいなね。そういう自分で突っ込むっていうことがよくありますね。うん、お前しかおらんわい。ということで3番ですね。まあこれ前にも言ったんですけど、トウモロコシ茶誰やねん一体。トウモロコシ茶、はい、今回昨日かな一昨日に久しぶりにね冷蔵庫行ってトウモロコシ茶飲もうと思ってバッて開けたら2本がもう空いてんの。トウモロコシ茶空いてて、でめちゃくちゃ一口か二口ぐらい飲んでまた返してるやつがいるわけよ。でこれね、もう誰ってなっちゃったね。もう開けた瞬間うーわもう誰みたいな。うん、これはトウモロコシ茶誰やねん事件でした。はい、じゃあ4番ね、次行きます。あとねこれね、これも多分俺あるあるだと思うんですけど、白い服をね、白い服もよく着るわけ、好きだから。でも白い服を着ると絶対に赤い食べ物を落とすっていうジンクスがあるね。うん、白い服ジンクスなんでやねんっていう話なんですけど、これはですね、俺は韓国の料理ってさ、赤い食べ物とか結構さ色がいっぱいついてるやつあるから、こう気をつけて食べるわけよね。で気をつけて食べるんですけど、白い服を着てる時は絶対にこぼしちゃうっていう、このね呪いにかかってるわけですよ僕は。うん、でこの前もつい最近ね、白い服着てるぞ言うたと、あの心の中でも言ってるわけ、みんな食べてるけど心の中では白い服着てるぞ言うた、気をつけろよ、ゆっくり食べなよ、ゆっくり食べろよって言って心の中で自分でやってるんですよ。でやってこうバーってやって、オッケー食べれたと思って、よっしゃ今日は何事もなかったなと思ってバッて立ったら、横に赤いのついてると思って、あれ俺めっちゃ気をつけて食べたよなみたいな、横のやつかと思って、横のやつじゃないみたいな。で結局誰やねんってなったら、いやお前やっていう、これもねお前やっていう話なんですけど、じゃあラストね、ラストいこうかな。これは昨日ね、なんでやねんと思った話ですね。この昨日思ったのは、もうこれさ俺もそうやねんけど、みんなもこれ気をつけなあかんよっていう話、まあ共同生活とか家族とかと住んでる人はね特にそうなんですけど、お風呂入るじゃないですか。でお風呂入ってシャンプー、リンス、あれじゃないですか。で俺お風呂めちゃくちゃ長いこと入るわけ、もう1時間ぐらい入ってる時もあるのよ。あってでこう気分いいから、いつもスマホで音楽流しながら歌いながらこうちょっと乗ってね、こうふーんみたいな乗りながらお風呂に入るわけですよ。で入ってシャンプーするじゃないですか。まずシャンプーしてバーってやって、シャンプーして、あーシャンプー終わった、気持ちいいってなって、で次リンスをするんですけど、あれリンスないみたいな。あれここまでの流れここで断ち切られんのみたいな、もう気持ちよく決まってよみたいな。でリンスないないと思って、でまた寒いじゃないですか、今は外が冬だから、それをまた寒いけど取りに行かないとあかんから、もうそこでもうねテンションガタ落ちですよ。そうもうここまで上げてきてたのに。だからねリンスとかシャンプーとか必需品はね、あの日常必需品はもう前の人が補充しといてください、てか補充してあげてください。それは俺もそこは気をつけるからさ、みんなもそこは気をつけよう。うん、だって俺みたいになんでやねんと思う人もおるかもしらんからさ。そうだからこれは昨日思ったね、切実に、もう前の人入れといてよって。ということでですね、以上5つが僕が最近なんでやねんと思ったなんでやねんでした。それではここで僕ら NCTU のナンバーをお届けしようと思います。 NCTU で Without You。 Utah at home。 インターヘム897からお送りしている NCT127 Utah の Utah at home。 DJ は NCT127 の Utah です。お送りしたのは NCTU で Without You でした。続いてのコーナーなんですけど、
ユーターズパワープレイに行ってみたいと思います。毎週テーマに沿った、僕のオリジナルチャートトップ3をねみんなに発表していこうという、コーナーなんですけど、今週のテーマは少し R&B 要素も入っていってなおかつ、聞きやすくて、恋愛の曲で僕が最近聴いてる曲をみんなに、発表していこうかなと思います。それでは早速いきます。ナンバー3は ラッドウィンプスさんのそっけないですね。この曲は多分みんな知ってて結構有名な曲なので、最近はよく聴きますねこの曲。ミュージックビデオもねすごいいい味が出てて、ミュージックビデオと一緒に聴くともっとこの歌詞の内容だったり何を伝えたいかっていうのがより一層わかる曲になってるんじゃないかなと思います。ナンバー2はねアラジンのように川崎隆也さん、魔法の絨毯。この曲はもう最近めちゃくちゃ推してます。歌詞のサビとかでもアラジンのように魔法の絨毯に乗ってっていう、そのそうアラジンみたいにできないけど君のこと愛してるよとか、なんか最近流行りのちょっとポップなキャラクターを出しつつ恋愛の曲を歌ってるのでは面白いなって思いましたね。そしてナンバーワンは C&K さんみかんハートですね。みかんハートは結構ねもう何年か経ってる曲なんですけど、バラードで言えばすごい好きな曲調ですね。あとツインボーカルなんですけど、ボーカルのすっごい高い声が出る、その高音とその低音がすっごいいい感じに分かれてて、曲のメリハリだったり強弱っていうのもしっかりついてるし聴いてて楽しいな。あとめちゃくちゃ歌うまいし、僕が好きなそのバラードの曲調っていうかテンポだったんでこの曲を、ナンバーワンでみんなに紹介しました。ということでこの3曲の中から2曲をお届けしようと思います。じゃあ川崎隆也で魔法の絨毯、そして C&K でみかんハート。Inter FM 897 Utah at home。 インター FM 897からお送りしている NCT 127 Utah の Utah at home。 お送りしたのは川崎隆也さんで魔法の絨毯、そして C&K さんでみかんハートでした。この番組の冒頭は番組タイトル Utah at home にちなんで、僕からリスナーの皆さんにお帰りの一言を投げかけていますが、僕がね関西出身なので関西弁の方がぐっと気持ちを込めやすいというお話を以前しましたよね。で標準語がいいのか関西弁がいいのかみんなに呼びかけたところですね、結構やっぱりね関西弁でお願いしますという声が多かったですね。標準語とか関西弁ってやっぱニュアンスもちょっと違うし、僕も関西人なんで喋っててもやっぱ関西弁の方がねこうスラスラ出やすいわけよっていうのを感じてたけど、やっぱりねファンのみんなだったりリスナーのみんなもそれを感じてくれてたみたいで、これからはまあまあちょっとね関西弁6割標準語4割ぐらいでやれたらなとは思ってます。はい、ということでここから質問コーナーに入っていきたいと思います。ラジオネームいろはさん、ゆうたくんこんばんは。こんばんは。先日のラジオでホラー映画を見ないと言っていましたが、おすすめの恋愛映画はありますか？キュンキュンしたい気分なのでぜひ教えてください。これからもずっと応援していますということですね。キュンキュンしたい気分か。俺が見た中で一番良かったなと思うのはノートブックですね。ノートブックっていう洋画があるんですけど、その洋画多分ねめちゃくちゃ有名だから、知ってると思うんですけど、ノートブックは僕が見た恋愛映画の中では一番キュンとしましたね。やっぱさ最近のさ恋愛映画だったりその男女の関係をこうテーマに作った作品ってなんとなくちょっと混ぜてるというか、まあまあ
例えばキスも出てくるし、まあ、いろんなことが出てくるわけじゃん。でそういうのって、まあ、もちろんねめちゃくちゃいい作品もめっちゃあるんだけど、やっぱりねこのキュンキュンしたいとか純粋にその恋愛を楽しみたいと思った時は、なんていうんかな、ちょっと純粋なそのキスするのも手つなぐのもどうするか分かんないみたいな、そういう映画が僕は好きで、なのでノートブック、まあノートブックめっちゃキスするのめっちゃあるんだけど、まあそれでもノートブックですね。うん、ノートブックぜひ見てください。ということで、次いきます。ラジオネームベーヤンさん、ゆうたくんこんばんは。おかえりと言ってもらえるこのラジオを毎週とても楽しみにしています。関西弁バージョンも良かったです。ありがとう。コロナのせいで大好きな旅行が全然できなくてストレスが溜まりまくりです。僕もです。2020年は私が NCT127 で一番好きな曲 Fly Away With Me のミュージックビデオのサンタモニカに行くんだって心に決めたのに行くことができず、2021年も行けるのかなという感じです。そこでゆうたくんに質問です。今後自由に海外に行けるようになって仕事とか関係なく海外旅行に行くとしたら、どこの国に行きたいですか？お仕事でいろいろなところに行ったと思うんですけど、思い出深い街があれば教えてほしいです。ということでですね、ベイアンさんからいただきました質問を。僕が行った中では一番好きだったのはサンタモニカですね。冬より夏が好きなので、サンタモニカのビーチで、そのサンダルとかサングラスとかメンバーみんなと買って、ビーチで遊んだりした記憶はまだ鮮明に覚えてますね。あとやっぱり天気がいい、国が大好きなので、そう、ちょっとね、俺は雨とか曇りだったらテンションがすごいガタ落ちするタイプなのよ。だから、そのやっぱ明るいところですね。LA だったり、サンタモニカだったり、やっぱちょっとそう、開放的で明るい、そして海がある場所が一番思い出深いですね。そしてですね、コロナが終わったら僕が行きたい国はですね、まあスペインは一度行ったことあるんですけど、ヨーロッパに、もっとたくさんの国に行ってみたいなと思います。ラジオネームゆうかさん、ゆうたくんこんばんは。毎週ゆうたくんのお家にお邪魔できることが楽しみで一週間頑張れています。いや逆に僕結構暇だからさ、お家でいっぱい遊びに来てほしいなと思いますけどね。最近 NCT の YouTube チャンネルでたくさんのコンテンツが出ていて、毎日飽きなくてとても楽しいです。特に私が好きなのは今もやっている24時間リレーカムです。初めてのイリチルの24時間リレーカムを見たとき、メンバーの休日の過ごし方を見ることができるなんてとても貴重で新鮮な感じがしました。そこでゆうたくんに質問です。今までやってきた YouTube のコンテンツの中で、ゆうたくんのお気に入りはありますか？また今後 YouTube でやってみたいことはありますか？ゆうたくんがいつも笑顔でいられることを願って、これからも応援しています。体調に気をつけて頑張ってください。大好きです。といただきました。ありがとうございます。YouTube コンテンツか。すごいたくさんやってきたからね。YouTube コンテンツで一番気に入ってるものは、なんだろうな、多分もう、ジャシシかな。ジャシシにこの前出してもらってこのネイルをね一緒に作ったんですけど、それで思ったのはやっぱり俺はなんかこうデザインとか自分のことはちょっと自分でやりたいタイプなんで、なんていうんですか、こういうネイルだったりなんかアート系のやつで一回コンテンツ撮ってみたいですね。例えばこのでっかい部屋になんかもうバンバンって筆をねこうやるじゃないですか、書道の人だったりその文字を書いたりそのアートがあるじゃないですか、そういうのも一回やってみたいですね。ゆうたみって書いてみたいです、一回そういうコンテンツでかっこよくね。まあそういうなんかを書くとかなんかを作るっていうコンテンツを一回やってみたいです。それでは今週のラストナンバーを紹介しようと思います。今週のラストナンバーは NCT127 でノックオン。
お送りしたのは NCT127 でノックオンでした。今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか。僕はすごい楽しいです。なんかね、これ回を重ねるごとにやっぱ慣れてくるから喋りやすくもなってきたし、こうみんなからのメッセージを読むのもすごく、楽しい時間になってきてます。みんなにとってもね、この時間がすごい楽しい時間になってくれたらなと思いますし、これからもね、いい緊張感を持ちながらやっていこうかなと思います。番組ハッシュタグはゆうた897ゆうた897、メールはゆうた897アットマークインターフェム .jp ゆうた897アットマークインターフェム .jp です。そしてですね、約1年10ヶ月ぶりとなる日本オリジナル作品ジャパンセカンドミニアルバムラブホリックのリリースまであと5日です。皆さん、もう待ちに待ちました。僕は早く来てくれないかなって、もう、ね、サンタさんを待つみたいにね、早く来てくれないかなって思ってました。そのラブホリックのリリースまであと5日なんですけど、皆さんに届けられるのをすごい楽しみにしています。そしてですね、来週月曜日には一足早くメンバー全員でカウントダウン TV ライブライブでパフォーマンスをね披露するので、皆さん絶対に見てください。もうね、僕は今年で日本デビューして3年目になるんですけど、もう待ち望んでました。日本のテレビ番組にいつか出たいっていう気持ちをずっと持ってたので、この今回のギンミギンミラブホリックでですね、この日本の音楽番組についに出るのかということで、すごい楽しみにしています。なので皆さん、ぜひ見逃さずに見てくれたらなと思います。ツイッターでの応援感想もお持ちしています。僕チェックしますからね、すっごいチェックするからね。それでは来週もインターフェム897でお会いしましょう。金曜日夜11時になったら僕の部屋へまた遊びに来てください。 DJ は NCT127 のユタでした。それではいってらっしゃい、バイバイ。みんな絶対見てね。Yeah.